天野さん、お疲れ様です。子育てしながらの YouTube 放送になります。天野さんの場合はもう結構声も明るさもできてるんで、まあ、性格の明るさもこう出していっていただきたいんですけども、相場解説にちょっと特徴を、ね、入れたらいいと思います。例えば私はダブルボトムしか行かないみたいなところから始めたんですよ。で、週に1回しかエントリーしないとか、月に1回しかエントリーしないみたいなね、そんなところから始めたりとか、様子を見るけども、いつから仕掛けるかってことをね、予告していったりとかね、それから、あと、第1仮説、第2仮説って立ててますっていうふうな喋り方をしたりとかして、その、私がね、やってる時期によって、そういうふうに言うことを変えてきてるんですけども、まあ、例えばそういうことですね。この人だったらこういう解説をするだろうなっていう特徴を、やっぱりこう、故意にね、残していくっていう、意図して残していくってことをやってみたらどうかなと思います。天野さんの解説ってこうだよねっていう風になるようにね、やっていくと面白いんじゃないかなと思いますんで、ちょっといろいろ試してみてください。それでは失礼します。